どうも、ゆかりさんです。今回は、今流れてる曲を解説していきたいと思います。この動画は、作曲したことがない人でも、興味を持ってもらえるようなコンセプトの動画です。とか言いつつ、実際はボイドのセールで、ゆかりさんを衝動買いしてしまって、せっかくだし、解説動画とか作ってみよう、とか思いつきで作ってる動画です。曲のコンセプトは、音ゲーで有名な作曲者様風のオリジナル曲です。この部分は、それっぽくなってると思います。ソフトは FL スタジオです。上で踊ってる FL ちゃん可愛いです。話を戻しますが、この動画では大まかな作曲の流れをざっくり説明する感じです。音楽理論とかコード進行とかのお話は出てこないです。というか、作っている本人が感覚で作っている感じなので説明ができません。なので、用語とか使い方を間違って説明してるかもしれないのでご了承ください。解説の流れですが、全体を決めて、楽器を選んで、打ち込んで完成です。言うだけなら簡単なんですけどね。あと、今かかっている曲と、プロジェクトファイルは、多分、概要欄に、ダウンロード先のリンクを貼ってあると思います。気になる方は、ダウンロードしてみてください。それでは、曲の最後までお聴きください。それでは、どのような構成になっているのか、見ていきましょう。じゃん。まず、赤がイントロ部分になります。次に、青がサビになります。そして、緑の A メロ。バース。とりあえず、サビが1回終わって落ち着いた部分です。そして、最後は、紫のビルドアップです。サビに向けて、徐々に盛り上がっていく部分です。以上、大雑把に、4つの構成になってます。逆に言えば、4つの構成さえ作れば、とりあえず曲になるわけです。まあ、そのできるまでが長いんですけどね。それでは、各楽器ごとのパートを見ていきましょう。まずは、ドラムパートです。これが基本形のリズムです。個別に見ていきましょう。キックは基本4つ打ちです。ハイハットは裏打ちで。スネアは2拍目、4拍目に。全部合わせるとこんな感じになります。お次はサビ前に入る部分です。徐々に打ち込む量を増やすと盛り上がっていくのがわかると思います。次にメインのシンセを見ていきましょう。これですね。あ、やべ。何か映りましたか？使ってるシンセはハーマーです。意外に使い勝手が良くて重宝しています。パラメーターはこんな感じに。やべ。ポルタメントを切ると、すっきりとした音になりますね。スライダーで音程の調整ができます。やりすぎると、綿棒に当たったような音になりますので注意。それでは、次にパッドを見ていきましょう。これもハーマーです。パラメーターはこんな感じに。あ、やべ。今、
いじっているつまみで音をこもらせたりできます。イメージ的にはサンボルのつまみ回す感じですね。次はプラックです。ポコポコした音のシンセです。今いじってるつまみで音を変化することができます。次にベースです。今回はシトラスを使っています。基本的にはコードのルート音を打ち込んでいます。次にピアノです。フリーのバルソーグランドというピアノ音源です。ハピコアとか音ゲーとかで使われていそうなピアノ音源です。以上でざっくりとした解説を終了します。いかがだったでしょうか。少しでも作曲に興味を持ってもらえれば幸いです。この辺がよくわからなかったとかあれば、もう少し掘り下げて解説動画を作るかもしれないです。それでは皆様、良き DTM ライフを。